今回は今回はエンエスをやるわレネエス,ネスメカ部チャンネル好きな特撮はロボジョックスとパシフィックリムメカ部部長の部長です好きな特撮は戦隊ヒーローと仮面ライダーですメカ部の初期会見メガネです好きな特撮はギャラクティカと禁断の惑星フラッシュゴードンコモンですにゃ デンエースシリーズそして「d ンエースよ知らないわ今アマゾンプライム会員ならただなのでただのうちに見るのをおすすめよ「d ンエースとは川崎稔監督主演の実写特撮ドラマであるセルビデオ「d ンエー帝国」の1コーナーとして発表されカルトな人気を獲得シリーズはこれだけあるらしいわ「d ンエース常識を超えた男」「d ンエース s ンエース2 0 0 0 d e テレビ」「本家」 デンエに戦後、元祖ンエースンエースハンケチ王子の秘密、絶対痩せるデンエース宇宙大怪獣ギララ登場、宇宙怪獣小進撃、デンエースザファイナル気楽に生きようそれいけデンエース母さん助けてデンエースンエース太郎ホットリボンの秘密、デンエース中の大江戸温泉物語の謎、デンエース下関ンエース刑事 デンエスポリス燃えよ電 S10S6010S キック1 0ウェディング 10S ハウス 10SQ と20作以上大量の作品があるわ最新作は2022年6月29日よ割と最近まで新作が出てるじゃないそれほどの大人気作品なのよマジで私全く知らなかったけどまさかこれ全部見てるのあ見てないわね 途中で着ぐるみが新規造形になったあたりまでは結構見た気がするわちなみに造形には品田冬樹氏原口智氏が関わっているわだ<誰>特撮造形にこの人ありとされる人たちよゴジラガメラスーパーセンタイ刑事その他諸々なんでもよ仕事を選ばないにもほどがあるで<や>遅ればせながら言い訳をしたいのだけどさっきの作品一覧で情報漏れてたらごめんにゃ 作品まとめてもう一本みたいなのあるしにゃあと他作品への出演はあげなかったにゃ他作品への出演日本以外全部沈没とか地球防衛未亡人とかに出たところまでは姑息してるんだけどすんげーそんなメジャーキャラだったのいや単純に全部川崎実監督作品にゃまあそういうことにゃコホンの真似してごまかすな電エース電エースは 面白さに乱光華があるので特に1から4番ぐらいを見てほしいわざっくりと説明をするわデン始め。彼がデンはじめビールを飲んだり女性に抱きついたり気持ちよくなるとデンエースに変身するわしょっぱなからダメそうなキャラクター監督主演の川崎みのるしょっぱい目の特撮を撮らせたら右に出るやつはいないわしょっぱい目の特撮言うなそしてフレが変身モノデンエ身長 2000m の巨人 でけえ東京タワーをぶっこ抜いてスケールでけえ敵の眼球を執要に攻撃するわちょっぺそしてこのかっこいいデザインミラーマンもびっくりのハイレングティンバックスーツよその言い方はやめろミラーマンをまともに見れなくなったにゃちょっと目をそらしちゃったわよ身長 2km の巨人のティンバックお尻が迫るわやめなさい 2km はすごいのよでかいわねでかいからセットを作るのが低予算で済むのよ ああ、なんかこういう感じのメイキング映像を見た記憶がおぼろげに地球防衛省ジョイコちゃん電エースイカレスラーコアラ課長、日本以外全部沈没カニゴールキッカーいかに安くパパッと撮ってしかし印象を強く残すかもう本当にそういう手際の良さ職人技、スーパースキル憧れる才能としわんよ。そうなのか世にも奇妙な物語でも監督やってるわんよマジで 廃校7番目の不思議とかにゃこの笑顔の陰にそんな才能がなんかこう安っぽい内容を安っぽくとるとめっちゃ甘いという複雑な才能だけどほんとすごいわドライドンしょっちゅう電エースに倒される敵よ主に東京タワーで眼球をグリグリされるわいたたたちなみに第2形態この体育はギギオョールサイズなので電エースと1カットに収まらないわそりゃまた低予算ならドンと来いのストロングスタイル それを示す怪獣でもあるわなるほどね伝次郎演じるのは加藤麗次郎「戦え筋肉番長」とかで有名な漫画家産業ええここで漫画家麗初めの弟としてデンエースをサポートするわその死にっぷりによって全ファンが涙したわ正直デンエースの人気を不動のものにしたのは彼によるものも結構あると思うわマジでなので本当にその付近だけでも見てほしいわ最初の数話で OK よ プライム会員ならただなのでリンクを詳細欄に置くにゃえらこすわね 1>, 1話数分なので無料視聴なら超コストパフォーマンスがいいのよ諦めの良さ諦めの良さ身長 2000m の巨人そのサイズは特撮シーンの低コストかでももういいや公園で撮影してしまえマジかマジだいいのかこれこれがいいのよマジかいや そんなわけでメカ部ではデンエスを超応援しています。ウルトラファイト的にファンも多いにゃ。その言い回しはウルトラファイトに失礼。あ、あ、メカは 2> 第二話でビデオデッキが出てるわ。それでいいのか。そろそろ閉めるにゃ。せーの。驚きバカ者デンエス。常識を超えた男。メカ部では部員募集中。チャンネル登録、拡散、ありがとうございます。 プライム大賞だったのでついおすすめしたくて無理をしたわ無理やりすぎだわでは次のメカブの時間メカブチャンネルでメカ部チャンネルで